で、新しい家を建てようということで、今から家を建てるわけなんですけども。まあ、一番最初安いやつでいいかなと。格安物件。まあ、一旦ね、新しい家。400で、これ足りるんかな、家を買うでいいんかな。どっちがいいんだ、ついてきて、え、なにこれ何この選択肢、いいですな、どっちに立てるよつもりで、え あそっか、まあ俺が決めるんか、ついてきて、ついてきてどういうこと、 ドラクエみたいな、遅いな足遅ない、あ足腰悪いんだよ近くなったらすっげえゆっくりやんねんけど、なんだこいつ、なんだこいつかずいたゆっくりなんだよ。クレオパトラ山来ちゃう。この辺に建てるか。みたいな。これどうすんの。すごい。ここでいいかな、じゃあ。後ろのデッドスペースはない方がいいね。これでいいんでしょ、赤は立てられないんだ、だこれでいいんでしょ、結局はこれでいいでしょ、これでいいでしょ、ペッ、確認ありがとう、ノアさん、つい取りかかるんで2、3日で完了しますか、2、3日家建つので、新しい家完成したら住民が入居する前に基本的な家具を用意する必要がありますな、何が必要かは家の外の表札看板で確認してください。あ、そうそう、私は工事を監督し、工事を監督するので、工事完了まで。姉は建築士から。姉は建築士。工事を完了するまで、オフィスを留守にすると思います。今回は本当にありがとう。あー、2軒一緒には建てられへんってことかな。よいよい、一日ありがとう、最高。なんだ、ありがとう、最高って。最高は別にいないやろ。あー、アロア、この一番辛いことって何だと思いますか、何だと思います、なんだベニが引っ越すこと、ベニが引っ越すこと、この世で一番辛いことなんやろな、物を取れなくなる、なんやろな、人によって不幸も違うし、比べるものでもないと思うからな。辛いことなんやろ、人によって辛いことなんて分からんやろ、人によって辛いことなんて違うやろ、なんだろう、起立してることですよ、は？お前それ足がない人の前でも言えんのか、そしてもっと辛いのが歩行すること、草そしてもっとつらいのか、歩きたくても歩けへん人おんねんぞお前、おい本気で言ってんのかてめえそういえばこの間歩いて買い物に行ったんですけど、途中に去るとこはないんですね、あね、いやあるやろありえないでしょ、いや何を言うとるお前はお前は何を言うとるんや、
なんとかしたいんですけども、今日はこんな時間ですし。ベンチ作れって言ってる。ベンチ？まあ多分そうだろうな。座るとこない言ってるからね。あ、また抱えてる。手伝いしようか。ああ、本当にいいんですか。多分ベンチとかあればいいんですよね。それじゃあ君、ベンチとか作れます？お前、それ。お前なんか聞き方腹立つな。何やこいつ。それじゃあ君、ベンチとか作れます？伸ばすな。人に物頼む態度ちゃうやろ。何やこれね。やってみるよ。元気が有り余ってますね。お前。お前、川に突き落とすぞ、お前、おい。何やこいつ。私は喋ったら疲れちゃいました。えへへへ。デザインとかあんま深く考えなかったんですけど、シンプルなのでいいですよ。お前それで手の込んだもん作れる。ゴミ箱かに置いたから怒ってる。オッケー。お、アンロック。二人掛けの椅子。ありがとうゼロ。あ、ベンチじゃないんやね。なことはないやろ。多分こういうなんか、こういう多分翻訳の仕方なんやろな、多分な。ベンチをいただ、ベンチじゃねえわ、ソファーをね、いただきました。虫取りはやっぱ夏やな。そうなの？え、これもう無理じゃねえ。入れられへんやろ、これ。これどうなんや？いっぱいですみたいな感じになるのかな？無理やわ。いっぱいですよ。棚欲しいの。棚作りてえ。棚作りたいな。やべえ、半分以上蝶々や。やばい、どうしよう。やばい、どうしようって思うのも変な話だけど。アキライロショー木星引き出たな。チェスターフィールドアームチェア、これをね、いただきました。メインの家からいただきました。なんか、オーマ、まあ、タモヤ村への貢献を達成しましたね。どうぞ。ありがとう。お金もらった。お金もらったね。おお、増えた増えた。メインの家にね、割とお金くれるんやね。うん、メインの家にね、ベッドがなかったんで、ソファー、寝袋を置く代わりに、ソファーを1個もらいました。こんな感じ。スケボーをしてるときに、倒木をオーリージャンプで飛び越えようとしたんだが、見事に失敗しちまったよ。恥ずかしいやら痛いやら。大丈夫か。ベンチを作ればいいの。ベンチ、これどっちで作るの。こっちか。クラフトじゃねえな。あ、違う。ベンチは多分それこそ板がいるのかな。あ、これか。え、丸太がいい。ビルド。お、できた。ちょうど持ってたんや。すぐめげそう。逃げそう。わからん。問題どこに置くかやな。お、できたぞ。ベンチ。例のベンチどうなりました。え、あ、ベンチのある風景。え、なんて。デザインテーブルを使ってベンチを、あ、2ついんの。ベンチ2つ作んの。ちょっと待ってくれよ。
聞いてへんて。二つもいんのか。キーが11？キーが11か。虫がつくかもだから針葉樹は残したいね。まあ針葉樹のあれはあるからな、種は。おー、いっぱいいっぱい。これも倒しちゃおうか。で、今何個あるって16。お戻りですね。まさかもうベンチ作ってきたんですか。うん、これで座れる場所が作れそうですね。じゃあどこかに設置してもらえますか。やっとくよ、お前がやれよ。さすがにそれは感謝です、ロア。なんやこいつ、なんかちょっとムカつくな。なんやろ、なんか知らんけどちょっとムカつくな。なんか知らんけどちょっとムカつく。ベンチか、どこに置くか。薄っぺらい感謝。ベンチどこに置く。この辺り1個置いとくか。あー、どうせなら家の中にベンチ置いたろかな。家の前にベンチ置いたろかな。家の前にベンチ1個置いといたろか。あー、どうなんやろうな。なんかパッとこういい感じの場所がないな。この辺家建てたいしな。邪魔邪魔邪魔。じゃちょっと店があるマップとか。そうだね、向こうのマップでもいいよね。向こうのマップ行こうか。これか。ほっこ。おい、ベンチがあるって分かりづらいな。なんかまあいいや。もう間に合わない。あ、いや気なさらず。こんにちはロシ。いや逆じゃろ、逆じゃろ。お、なんか点灯したぞ。あー、そうか、何時今。東地方。あ、20時。東地方、東地方、こっち方やな。この辺に、あ、この辺にベンチ置いていいんじゃないですか。置けんのかな、この街灯の後ろとか。慣れへん、まだこの辺。街灯引きっこ抜けば OK。 街灯は引っこ抜かねえや。どういうことやねん。あ、いい感じじゃない。あ、いい感じやん。いい感じ。どうだ。あ、貢献できたって。何や。駆け足ができるようになった。うん、駆け足。駆け足。あ、これか。手足ができるようになった。まあよ、とりあえずベニビス。ロア、あのベンチ設置してるとこを見ましたよ。ほんまか。お前こっち来てへんだやろ。絶対見てへんやろお前。まあ、家の前に1個あるってことはまあまあまあみたいな。え、てかなんか早速2個が座ってんねんけど。ああ、早くあの可愛い子ちゃんに癒されたいやつ。何を言ってるん。どうした。
日中歩いて足がもう痛かったんですよ。もう家帰って座っとけよ、寝とけよ。疲れでしたろわ。で、なんなん、なんかもらった。ああ、お金増えてるわ。これ一人用か、わら。わかんない。座れんのかな、これ。座れへん、座れねえわ。一人用だわ、これ。話せんのかな。おお、めり込んでるって。今まで出会ったものの中で一番古いものは 何なのか、立ち止まって考えたことはあるか。キーもなんか立ち止まるとかなんかそういうの。何を言うてるの何を言うてるの。じゃあちょっと寝るか。何時今。6時間。あ、もうちょっとなんか、なんかあの雑草引っこ抜いたりとかできるのかね。え、なんか煙出てんねんけど。え、ぼや岩破壊したい。フルハシ欲しいね。煙出てるよ。あ、なんか工事してますよ感があるってことかな。なんかあの家が全焼して、なんかあの家全焼して、あの消火された後みたいな感じになってるけどこれやめてほしいわ。はよ。蝶々って他にない形をしてますよね。でも思ったんですけど、もっと、これ聞いたな。え、あなたは猫が好きですか。私 NPC みたいなこと言ってる私猫の友達が多いんです。 NPC だろと。中の人って怖いわ。猫は、おお、びっくりするわ。な、紫の像がパッと出てきた。怖いんだよな。この間気持ちよくスケボーをしてたら誰かさんに騒がしすぎだって言われたよ。自分に知ってみりゃそんなことこそうるせえさだろ兄弟。なんだよだろ兄弟。なんだ、一杯の熱いコーヒーほど朝をつけているものはないな。そうだろう。基本的になんかこう、そうだろうってこう、同意をこう求めてくる感じやな。なんだ、何をすればいいんやこれ。家建つまで待たなあかんのか。サリーさんとか、トンカイ探してたけど。あら君、今ちょっと作業中なんだ。あと押してもらえ、あと、はい、すいません。お前釣っとっただけやろ釣ったっとっただけやんけや。え、またベニー。まあベニーはちょっといろいろ物持っていったからね。君はちょっと一日に何本のテレビ番組を、寝ずに見られるか試したら面白いと思うんですがね。寝ろ寝ろや。毎日瞑想の時間を持つといいって番組で言ったんですよ。私座ったまま宇宙を見つめちゃってるんで、さらに瞑想までしちゃったら結構すごいことになるかもです。いやー、よく座ったまま宇宙を見つめちゃってるんで、さらに瞑想までしちゃったら結構すごいことになるかもです。電波系、いややな、なんか友達になりたくないな、こういうのは。材料を寄付してテレポートスポットをアンロック。砂？
なんだ砂って、あ、はい、砂？粘土的な話か？じゃ間違えた間違えた間違えた。スコップか。あの普通になんかこの辺このあの村の方の土掘ったら粘土って出てきたけど、ここ掘ったらね砂が出るってこと？あこれか。あ砂や。ああどこ飛んでいくね。どこ飛んでいくね。どこ飛んでいくね。おお。おお。あれはなんか9でも貝殻がな15もないからな。飛んでくのマジで。一応砂からガラスとか作れるから、ガラス製のなんかの材料になったりするんかな。ああ、わかんない。だって。これで、あ、16。これで、中央器具、ボッコボコやわ。ガラスか。ガラスって言われてる。アクション。ホタテの貝殻使っちゃおう。あったよな。ここに持ってたよね。8か。ちょっと足りひんな。お待ちしておりました。バロン楽しみません。レイジャン玉が好きな一人が来場しました。貝殻が欲しいんやけど、行き来してたらまだ出てくるパターンのやつかな。あと5個。いや多いな。日付変わらな戻らなへん、戻らないパターンのやつか。あ、日付変わるな戻らないパターンのやつだ。まあそりゃそうか。砂嵐。